1996年5月5日インディーの神大仁田敦が去って、ニュージェネレーションにより激動のバット界で奮闘を続ける FMW がここ聖地川崎球場で戦いのセカンドステージをスタートさせた。この日は高道の倉インディーの強豪たちが川崎に集結、3万3231人の超満員のファンに対し、それぞれの意地をぶつけるかのごとく熱い戦いを繰り広げていった。メインイベントでは4ヶ月ぶりの復活となるハヤブサが FMW を守るため、田中将人とともにテリーファンクラ IWA プエルトリコを迎え撃つために、電流爆破の地獄のリングへと向かっていった。ビクター・キニョネスの財力を語り、 IWA 軍は FMW に対し1000万円ずつを用意する賞金マッチを要求。ファンの希望を、そして家族の思いを肩に背負い、ハヤブサたちは川崎での決戦に挑んだ。しかし試合はテリー・ポーゴの悪の連携の前にハヤブサが撃沈、なけなしの1000万円を強奪されてしまう。試合後、昇進のハヤブサに大仁田が声をかけた。嬉しいか？らしがって切れない。はい、助けることできねえからな。地獄に落ちたんなら早く来い。これお前の宿命じゃない。文字通り地獄に落ちたハヤブサ、己の不甲斐なさから1000万円を強奪されたこと、そして何よりも許せないのが FMW の誇りを踏みにじられたことで、自分を責めずにはいられないハヤブサはこの後しばらく公の場から姿を消した。一方、川崎でハヤブサと共に涙を飲んだ田中は、大仁田の遺産インディペンデントワールド世界ヘビー級タイトルに照準を合わせ指導する。後にインディーの象徴と呼ばれるこのベルトは、正規軍から田中中川が、ウイングから金村飛動が、リーサルから大谷とボーダー、そして IWA からポーゴとレザーがエントリー。トーナメント1回戦の第1試合では、因縁浅からぬ田中と交互がいきなりぶつかった。初勝利に狂気する博多っ子の前で田中は喜びをかみしめた。立ち上がっていけばベルトを曲げるとか、そんなものは、そんなことは気にしてもいなかった。大仁田さんのベルトは頭部を倒さないと相手の意味がないのだ。どうしてインディのトップ取るのはミスター・ポーゴを倒さないといけないんですよ。今日はとにかくまず一歩階段を上っただけです。一方、その頃リング上では信じられないような事件が勃発していた。
長年にわたって悪の限りを尽くしてきたフォーゴとキニョネスがこの敗戦をめぐり責任転嫁を始めてしまう。続く6月シリーズキングオブファイト96では残りのトーナメント1回戦が行われた。このシリーズの最終戦ではいよいよ正規軍が IWA への反撃を開始、6人タッグのベルトに挑んでいった。世界ストリートファイト6人タッグ選手権は川崎で新設されたタイトルである。決定戦でこのベルトを腰に巻いたのはスーパーレーザーザ・ヘッドハンターズの3人であった。正規軍の勝利に沸き返る後楽園ホールに一人憂鬱な表情を浮かべる男が現れた。川崎での敗戦後一切の連絡を断ち闇の中に姿を消していたハヤブサである。ハヤブサの出現を知らない田中たちはファンと喜びを分かち合う。そんな光景を見ながらも川崎での敗戦を苦にして自分のことを責め続けるハヤブサに選手会長の中川が突然襲いかかった。エースとしての責任を放棄し失踪してしまったハヤブサへの怒りが爆発した中川と悩みのあまり深い迷路に迷い込んでしまったハヤブサの仲介に入ったのは大仁田であった。あくまでもこの問題をレスラー同士の話として処理することを提案する大仁田の要請で2人は汐留で一騎打ちをしけじめをつけることとなった。
どないしてきた。このキングオブファイトではこの男にも大きな転機が訪れる。なん？いつになく真剣なポーゴの眼差しに何かを感じた中川は試合の権利をポーゴに譲った。試合はポーゴのアシストで正規軍がフォールを奪い勝利を飾った。通りにこのシリーズに参戦して正規軍と合体。後楽園ではこんなコメントも飛び出した。IWA 憎しの感情が高まるポーゴは電流爆破を決意。中川、そして爆破マッチを予定していた工藤に権利を譲り受けたいと嘆願した。本日はご多分の中お集まりくださいましてありがとうございます。先ほど中川と工藤めぐみ、そして新井社長と3人で話し合いました結果、自分が8月1日に汐留で爆破マッチをやらせてもらうことになりました。そのデリー・フォンク、 IWA ポートリコ、ビクター君、キニオネスの要求通りに爆破マッチを行います。インディペンデントワールド世界王者を決めるトーナメントも佳境を迎える。田中、大谷、レザー、金村が1回戦を突破。キングオブファイト2後楽園大会で伝説の地汐留で行われる決勝戦を目指し、それぞれのプライドがぶつかった。インディペンデントワールド世界ヘビー級王者決定トーナメント準決勝、時間無制限一本勝負を行います。赤コーナー240分の田中雅人、青コーナー240分の大谷喜多方、決勝には
FMW の田中、ウイングの金村の最もインディーを愛する2人が王やレザーの2強を破って勝ち上がり、インディペンデントワールド世界王座をかけて雌雄を決することとなった。そして迎えた汐留は、その後の FMW マットの流れに影響する大会となっていく。ウイング魂を背負い、金村はこの一戦に臨んだ。ファンから見ても FMW に吸収されたウイングっていうイメージがついてましたんで、そうなんではないと、吸収されたわけでもないし、で FMW に頼み込んで自分たちのやりたいデスマッチをやってきたわけではありませんしね、自由に自分たちの好きなデスマッチをこれからもやっていきたいっていうのもありますし、メジャーかね、インディーかどっちかわからないようなね、お金があるのかないような、そういう位置にある FMW でやっぱり僕たちのウイング魂っていうんですか、そういうインディペンデントのスピリッツは出せないと思うんですよ。選手自らずっと言ってきましたけども、昔大仁田さんが FMW を旗揚げした時は何にもなかったんでね、もうゼロからの発信だったんですけども、大仁田さんの真似じゃないんですけども、大仁田さんみたいにゼロからの発信ということでね、ポーゴはこの爆破で完全 KO、 選手生命に関わる大怪我を負ってしまう。汐留が終わっても FMW とウイングの戦いはさらに激しさを増し、終わることなく果てしなく続いていく。ウイングを作っても所詮 FMW の中ではやりたいことはできない。何が名古屋にシャンかけるや、この野郎が。本当にな、 FMW をな守りたいったらやることあるやろが。ハヤブサが帰ってきてミスターポーゴを仲間に入れて
ハンターズレーザーからベルトを取って、あいつら喜んどる場合じゃないんだよ。やり忘れとることがあるでしょ。 IWA に持っていかれたお金を。俺たちは IWA とは試合やってない。でも IWA が好き勝手なことをして許せへんから、こうやってウィングを作ってやったんだよ。あいつらね、あのお金がね、自分たちが作った金じゃないから、大仁田敦が作ったお金やから悔しくないからそうするのかと。シャンかけるんやったら本当にあかんだ時は潰れるような覚悟せなあかん。この前の旗揚げ戦で貯めたお金500万、次の名古屋で、これは俺たちが決定します。俺たちは500万出せる金はこれしかないから、500万をかけて電流爆破、名古屋9月1日、俺たち対正規軍でやります。初めての電流爆破でその恐怖を身をもって体験した金村は大やけどを負って長期欠場に追い込まれた。汐留でのデスマッチで致命傷を負ったポーグは引退を記者会見で発表。その席で後の FMW を揺るがすこととなる願望が飛び出した。オーバー96開幕戦では正規軍が IWA プエルトリコに奪われた1000万円を取り返すべく、ウィングとの賞金マッチで手に入れた1000万円をかけて激突する。損失も補填し、再び息を吹き返したかのように見えた FMW に、ここ札幌で新たな影が忍び寄っていた。Yeah!
このフラッシュオーバー96の大宮大会で一つの歴史が幕を下ろした。一時 FMW 最強軍団の呼び名を欲しいままにしていたリーサルウェポンが空中分解、リッキーを残しグラジ、ボーダーが離脱する。大谷との戦いの中でまだまだ言うことを聞かない自分の体に歯がゆさを隠さないハヤブサ。その時意外な男がハヤブサの前に現れる。そしてフラッシュオーバー96最終戦でこれまで不透明であった新たな敵の存在が明らかとなった。And I am so proud of that, that we changed the name of Onita, of his company. We finally demolished him ever since he left me high and dry after I went against him in Kawasaki. I was supposed to be an FMW wrestler, but no, he saw fit to treat me like a piece of trash. Too many wrestling promotions in Japan have treated not only me like trash, but American wrestlers as trash. That's why I am here, and these men are standing behind me, because they are not trash. These are the best wrestlers in the world. We are going to stand on top of Japan and let you see what really great athletes from America are. We don't belong to companies. We don't belong to WCW. We don't belong to WWF. We don't belong to New Japan, All Japan, Michinoku, to FMW, or anyone else. We are individuals with a whole lot of heart. But what we want to do is we want to do something to bring us back to a level
that American wrestlers were in the 70s, that American wrestlers were in the 80s. We were somebody. And every Japanese fan knew it. And we've had to take a back seat for so long. But now we're not. Because we have totally demolished Onita's company. His company doesn't mean a damn thing here in Japan anymore. As far as I am concerned, Hayabusa, Tanaka, and the rest of that crew can't wear these people's shoes. They're too big for these so-called athletes. And I say not so-called because of their strength. I say so-called because of their heart. When you have a sin with no guts and the heart of a chicken, you produce wrestlers that have no guts and hearts of chickens. Now you have got the funk masters of wrestling that are all heart, all guts. And we're not taking a backseat to anyone. No, never, never, never.10月に入るとハヤブサは道のくプロレスに参戦。両国大会で札幌に訪れた新崎人生と対戦。ここで戦いを通じて2人の間に友情が芽生える。早草選手、今日本当にどうもありがとう。人生もこうやって西プロ帰ってきてくれたし、今度早草選手と僕でシングルやりましょうよ。やるぞ。今度いつかやろう。10月シリーズパワースプラッシュ96では、金村がインディペンデントワールド世界王座の初防衛に挑んだ。引退試合で大仁田とのタッグを熱望するフォーゴは、全国でファンに土下座をし助けを求めた。そんなフォーゴを伝え聞いた大仁田がこの日来場。引退以来初めてフォーゴと顔を合わせた。
なんで飛び出すんだってな。あ、自分の非を認めるためだろう。おい、お前何が気があるんだよ。お前25年間私がやってきたんだろう。おい、お前やってきたんだろって言うんだよ。おい、怒ってんじゃねえよ。怒ってんじゃねえよ。おい、おい、なんで不安にこける必要があるんだよ、ポーゴ。おい、お前ら、おい、もっと自信持てよ。おい、おい、なんでこれ、うせえな、お前ら、うせえ。話せって言うの、話し合ってるよ。話せよ、話せよ。おい、何にこびるなんてお前に似合わねえよ。ああ、ポゴ、ポゴ、俺を頼るな。泣いていい時と泣いて悪い時あるんじゃん。もう一回立てよ。なあ、おい、おい、バカ。もう一回立って堂々と引退しろ。俺に頼るな。お前らもそれだ。まさか出かけんな、こいつに。25年間やっていたこいつに逆に失礼のことだよ。僕を立てよ。自分の仕事大仁田に突き放されたポーゴだが、全国での土下座行脚をやめようとはしなかった。これにほだされた FMW はポーゴの全面バックアップを決意。そんな周りの熱意に負けた大仁田は、ポーゴの引退試合が行われる駒沢でタッグではなく高本の一騎打ちでのカムバックを決意する。しかし最後の最後にファンクマスターズオブレスリングのポーゴへの襲撃で状況が一変する。
するか。あなた絶対やるんだ。手で消化もな。やったでしょ。サスケ戦があるじゃないですか。厳しいもありますから、僕ら責任持って坊子さんを送り出しますから。一人方によってはな、
全選手より FM ラブの関係者ここに報告を出どうもありがとうございます下がるな マット界全体の中でも注目を浴びる中で様々な戦いを交差させて新たなる駒沢伝説がこの日作られていった。
というふうに前からそれは言ってます。まずはラジエーターが持ってる日本のベルト、タッグのベルト、シックスメンタッグのベルト、そんなもん全部取り返して、最初はまずはそれを第一の目標としてやっていきたいって思ってます。来年は俺自身もう一度堂々とヘビー級と言える体にきちんとして FMW だけじゃなく他のいわゆるメジャーって言われているそういう団体の選手と肌を合わす機会が欲しいなって自分の中で思ってます。個人的に全日本の小林さんなんか本当に素直な気持ちで、だからいわゆる全日本のメジャーのプロレスっていうものを感じさせてほしいなってそう思います。ジュニアの雄サスケを破り、97年の抱負として全日本プロレスの小林選手との対決の夢を語ったハヤブサ。今後その夢が実現の方向に進むことなど、この時の彼は知る由もなかった。ついてきてくれたな、お前らにもありがとうよ。年も改まった1997年1月5日、新たな刺客が FMW マットに現れた。2年前に FMW を離脱したミスターガンノスケ、フライングキッド市原の2人である。大学時代からの親友であり FMW の同期である雁之助の変わり果てた姿にハヤブサは愕然とする。おい、ハヤブサに問い、ハヤブサに、おい、何代にも来るぞ。こだおらんもな、数は決まってるぞ。
自他ともに認める田中金村のライバル対決は97年初頭から激しさを増していった。雁之助の乱入以来、正規軍の総意に反して逃げ切らない態度を続けるハヤブサに、この日、田中の不満が爆発する。いつまで何考え込んでるんですか。俺たち、恩さんが抜けて、あの二人が出て行って、どんな気持ちで戦ってるか、あなた一番知ってるはずじゃないですか。そのあなたがちゃんとして北方で帰ってきてほしい。ふざけんじゃないですか。俺たちは今までどんな気持ちで戦ってきたと思ってるんですか。俺たち FMW とあいつらと一体どっちを取る気ですか。答えてください。何か言ってくださいよ。瀬崎さんも俺たちと一緒で一緒の気持ちで戦ってきたんじゃないんですか。じゃあ出て行ったあいつらに好き勝手なこと言われて、あなたは平気ですか。何か言ってくださいよ。何か言う義務があなたにはあるでしょう。友情と家族愛の狭間で悩めるハヤブサをよそに、雁之助は FMW の恩敵ファンクマスターズオブレスリングと合体、乱入を繰り返していった。俺は手段選ばねえぞ。俺は俺たちはもうね、失うもんなんてないんだよ。甘いわあいつら。俺は2年間のな、意地っつうのをな、俺ら見せてみろって。誰だよ。俺たちはな、上がるためだったらもう何でもやること決めたんだもん。だろあいつら必ず潰すからな。よう見とけよお前、よくカメラ撮っとけお前、よくカメラ撮っとけ、ビデオ撮っとけ。ほらアマチュアじゃないやろ。これからどんどんFM ダブルや膨れ上がっていくからな。俺たちが FM ダブルだ。ほら俺たちが本当の FM ダブルだ。いや FM ダブルだ。ほら Real FM W That's right。 分かった。Welcome back。 Thank you.
クラスターバトル97開幕戦にも大谷のセコンドにつく雁之助の姿があった。試合後、ハヤブサを襲う雁之助たちを蹴散らしたのは一人で行動していたリッキー・フジであった。リッキーと組むってか。うん、俺がデリフジフジしてっかぞ、あいつら。こらパッと決断しろっつんだよ。ああ、田中たちに見捨てられるわ、そら。ああ、だらリッキーでも誰でもいいから、あハヤブサに明日にでも今日にでも、いつ俺とやんのか、俺を潰してくれんのか、それ聞いとけ。雁之助の FMW 正式参戦はクラスターバトル97の後楽園ホール2連戦で実現する。初日のメインを飾ったのは田中の二冠王座への挑戦であった。Come on!
Kick out.後楽園大会2日目となるこの日も、ハヤブサとガンノスケはタッグで激突する。そしてこの日、マット界で何かと話題の冬木軍が FMW に登場を果たした。冬木軍と FMW の遭遇はこの96年の FMW 忘年会の会場から始まった。
そして2日目のメインは96年11月16日大阪で大谷ハンターズに奪われた世界ストリートファイト6人タッグのタイトルに正規軍が挑むリターンマッチが行われた。97札幌大会では非道を交えウイングが再び冬木軍と相対した。電撃復帰を果たした大仁田はこの日アメリカ版 FMW からの度重なる挑発を受けて2度目の出陣を果たした。
絶対してもらって、俺が彼なんだ。俺様、あなたを超えてみせます。冬木選手はですね、今のところ会場に姿を現してませんので、はい、マスクの皆さんにご報告します。5時40分の時点で冬木選手が来ない場合には逃げたとみなしますし、また俺との対戦が嫌がったとみなしますんで、よろしくお願いします。リングでの公約通り、千歳ではカードを分けて待っていた大仁田であったが、結局冬木は時間になっても現れず、この日の対戦は流れてしまう。千歳には現れなかった冬木が次に FMW マットに姿を現したのは、宮城での6人タッグのタイトルマッチであった。
この日、ハヤブサが初めてガンノスケに屈辱のフォールを許してしまう。アメリカ版 FMW はこの大会前に直後に控えた横浜アリーナのカードを一方的に要求。これが叶わねば離脱も辞さない構えを示す。さらにダメ押しとばかりこんな暴挙を働いた。俺がチャンピオンのお前が挑戦者でやんのか。それならいいよ、やってやっても。どこまで言うか、おい。お前は挑戦者だよ、その代わり。おいよ、え、その代わり逃げんだぞ。いつだよ。おお、はっきり言えよ。5月8日に来い、お前。おい、5月8日に来い。どうする、他のものを逃げんなよ。指切りをするか。え、嘘つき、指切りするか。おい、強化逃げんなよ。お前だよ。やろ。おい、行け。横浜逃げんなよ。ああ、気持ち悪い顔。俺は絶対逃げないですよ。
かれた喧嘩は絶対逃げないです。俺は絶対逃げたくないです。買うのか。はい、でも俺は金村と組むことに対してわだかまりはないとは言えません。でも俺はあいつと組んだことに対しても俺はあいつの上を行っていきます。横浜を前に金村は昔大やけどを負わされ選手生命の危機にまでさらされた因縁の相手邪道下道と対戦する。この日全日本プロレス参戦のため欠場のハヤブサの代わりに現れた大仁田に
アメリカ版 FMW はここぞとばかりに襲いかかった。FMW 初めての横浜アリーナ決戦はアメリカ版 FMW の要求通り、数々のドラマとそれぞれの意地とプライドをかけた日米五大マッチがラインナップされた。
シュエリ軍団が無言でボケ。だからお前は甘いつんだよな。今度は火が出ないように仕方ボケ。今日染まったか、新生色染まったか、ウイング色にウイング色に染まったか分からません。これは他の人が決めることです。これは取りましたよ。シングルマッチよろしくお願いします。横浜決戦が終わるとすぐに大仁田はニューヨークに飛んだ。あの全米一のプロレス団体 WWF の招きにより提携のための話し合いをするためである。渡米後すぐに大仁田はタイタンスポーツで WWF のトップビンス・マクマホン・ジュニアと会談した。
いや、僕はマジョンスケアガーデンの、僕はプロレスラーになるっていうか、まあ学生時代ですね、そのマジョンスケアガーデンでそのペドロ・モラレスとサマルティノが戦った試合を見てレスリングファンになりましたからね。やっぱこうやってミスター・ビンズ・マクマホンと話ができたっていうのはやっぱり光栄だし、またその WWF というやっぱりね、そのね、リングがその FMW と提携することによってまた世界が広がればね、いいんじゃないかと思ってます。またそれに僕がね、こうやって来たことによってきちんとした受け入れをしてくれたことに対して敬意を表したいと思うし、またこれがいい意味でね、日本でねうまくいけばいいんじゃないかなと僕は思います。5月8日、大仁田は冬木軍との決戦に誰もが予想しえなかったあの姿で登場した。
川崎での自分の相手を見極めるため、大仁田はこの日、正規軍とタッグを結成し、ウイングと対戦した。
法に立つ氏が邪魔です。だから抗議します。おい、田中は邪魔と言えんかった。あ、ああ、おいおい、そう、金村に決定じゃ。なめられ決定だっつんだよ。おい、俺は邪魔者よ。あんたらマスコミさんにもな、おい、ご迷惑かけてみよう、知っとるよ。おい、なあ、出戻りよ。出戻りがどんな待遇受けるか、お前、よく知っとるよ、お前。おう、おい、なあ、それでいいんじゃ。俺は邪魔者でいいんじゃ。おう。金村か田中が俺の両肩をワンツースリーって取ったやつが、あ、俺の死に場所を作るんだ。おい田中、よう聞いとけ。おい、邪魔なもんは邪魔なんだ。一度は金村と決めた自分の川崎の相手だが、大仁田は田中に自分の目の前で金村を沈めてみろと親心を発揮し、最後のチャンスを与えた。
約束や。川崎球場は俺と鬼さんでやらせてもらう。やかましそういう約束なんじゃボケ。お前もトレーンなんだ。こういうことはお前に頼めた芸じゃないけど、俺にもう一度チャンスくれ。お前もこの関西球場で戦いたいというのは、お前が取られて決まったやろ。俺もお前の気持ちは分かる。でももう一度、もう一度俺にチャンスくれ。頼むお前だけちゃうやぞ。分かってる、それは分かってる。でもお前な、テリーだって女やぞ。お前グラジエだとか、お前だけちゃうやわ。俺はどうしても鬼さんと戦いたいんや。頼む。お前な、そんなん通じるんか、アホ。そんなめめしいことは十分分かってる。でも頼む。頼むか、レムラ。俺は今これしかできん。やめろ。お願いします。田中、レムラ、やめろって。田中、やめろって。俺は今こういうことしかできません。死んでて時代じゃないんだよ。おい、田中。はい。時代じゃないんだよ。どれだけバカにされたか。やりますよ。こいつのこと聞きます。ええやろ。ハヤブサとガンムスケの構想もまたヒートアップの一途をたどっていった。5月の博多大会ではガンムスケがハヤブサに対しビッグファイヤーを浴びせていった。バカかもしれないけど、
もそうだね。おい、お前くらいはあるか。おい、おい、おい、あいつさ、おい、俺は坊主にも伝えとけ。ほら、横浜は邪魔されて足りやな。たくないんじゃないし。田中と金村のホスト大仁田をめぐる戦いも連日のタッグ対決を通して燃え上がっていった。97最終戦では汐留での電流爆破対決も決まった田中と金村がブラスナックルのベルトをかけて激突した。ウイニングロード97大阪大会で金村飛動はウイング時代から熱い壁であったヘッドハンターズのベルトに挑戦を果たす。
6月21日、道のくプロレスに突然現れた雁之助が人生に襲いかかった。雁之助の襲撃を受け、苦行の旅に出ることを宣言した人生は FMW マット参戦を表明。この日初めてハヤブサとのタッグを実現させる。
汐留前の最後の後楽園に、ハヤブサはニューコスチュームを身にまとい、颯爽とリングに現れた。汐留での田中との大一番を直前に控えた金村は、この日は盟友の非道とノーロープ有刺鉄線マッチで相対した。
とりあえず今はバカにされてきたとかそういう分は衝動の上で見せつけます。とにかくウイングの人間が今まで電流爆破というリングで FMW 買ったことがないので、ね、ウイングの人間として過去松永さんも高吾さんも勝てなかった電流爆破でとりあえず俺は FMW 田中を明日必ず倒します。それで一つのウイングの歴史にを変えようと思ってます。その後にもう俺は鬼田さん川崎での鬼田さんの試合を見てますんで、さまざまなストーリーが絡み合うここ FMW マットの中に己の命を削りながら戦いを極めようとする男たちがいる。ハヤブサ、ガンノスケの友情さえも否定する妥協なき戦い。偉大なるインディーの神大仁田の壁を越えるためスーパーインディーズの意地をかけた田中金村の戦い。今年もまたそれぞれのストーリーオブザ F が新たなるステージに昇華していく。